半導体結晶に、磁場をかけると、この半導体の電気抵抗が大きく変化して、しかもこの磁場を反転すると抵抗が大きく変化するっていう新しい現象を発見しました。我々の身回りの電導体が、その磁場をかけますと電気抵抗が変化するという現象があります。これは磁気抵抗効果と呼ばれています。で、それを利用していろいろの電気製品などに応用されています。で、この電気の抵抗ですね、大きく変化すると、例えばすごく感度のいい磁気センサー、あるいは処理速度の速いパソコンなどに直接つながるということなので、新しい電気抵抗の変化という現象を発見するというのが物理学の重要なテーマの一つになっています。今回の研究はそれを背景にして、我々がこの半導体結晶に新しくそういう現象を観測したということになりますね。我々は非常にユニークな材料系を扱っていて、普通の半導体結晶はこんな感じで、いろいろ非磁性の原子が並んでいる結晶になりますが、私たちはこれを磁石にしたいという目的で、一部の原子を磁性元素で置き換えて、今回は鉄という元素を利用してこの結晶に混ぜると、この半導体自体が磁石になるという吸性半導体を作っています。ここにガリウムアンチモニという普通の半導体ですが、そこに鉄を混ぜることによって磁石になった吸水半導体というものがあります。で、今回の研究はこの上にインディウムヒ素という普通の半導体の電気伝導特性を調べることにしました。驚いた結果は、磁場をかけますとこのインディウムヒ素という層の電気伝導が非常に大きく抵抗が変わりまして、しかもこの磁場の反転することによって、この磁気抵抗が27%も変化するということになります。通常の電気抵抗はこういうふうに磁場の方向によってこんな対称な形になるはずですが、今回こういうふうに磁場反転することによって大きく変化するということは観測できるのは初めてです。普段の半導体、インジンヒ素というのが、この構造だと、例えばある軸に対して反転操作しても、同じものになるという空間反転対称性があるということです。あとは、例えば時間の流れの向きを反転にしても、その現象が同じであるという時間反転対称性というものがあります。で、自然の法則ではそういう対称性があれば、この電気抵抗が磁場の方向に依存しないという決まりがあります。ですが、今回は磁場の反転することによって非常に大きく抵抗が変化するという現象が新しい点であって、非常に興味深い物理が潜んでいるということを意味します。インディウムヒ素はすごく主要で使っている、よくわかる半導体ですけど、このような新しい現象を発見するのも非常に面白い点になります。基礎研究としては非常に面白いというところですが、もうちょっと応用面で考えると、今日本の半導体産業ってこれから出力をもうちょっと取り戻すということを皆さんやりたいわけですけど、このように、すでに分かった材料でも潜んでいることがたくさんあるということなので、その可能性が無限にあるということを意味しまして、今度我々の研究だけでなく日本の半導体産業でもいい励みになればいいなというふうに思っています。私がベトナム出身ですが、16年前ですね、日本に来まして、その時は東大の電気系に入りました。で、その当初はすごくパソコンに興味ありまして、自分の力でちょっと新しいパソコンを作ればいいなという夢もありました。今回発見したその磁気抵抗効果が非常に大きくて、しかも室温までその効果があるということですので、実用的なデバイスにも応用できるということを意味します。今後はこの効果の物理的な起源をさらに追求して、よくその現象分かるとまた制御することもできるので、今後はすごく感度のいい磁気センサーとしては使えるということを期待しています。そして、こういう磁気抵抗効果をトランジスタで制御できるので、センサーだけではなく、その論理デバイスの方にも応用できて、なので新しいタイプのパソコンにも使えるんじゃないかというふうに期待しております。今回のこの研究成果、現象を発見してから発表するまでは4年間もかかります。それが一緒にやってる学生さんが修士1年から博士3年までやったっていう、非常に時間かけた研究となりまして、なので、それでやって分かったことは、自分で見た結果がまずどれくらい珍しいなのか分かっていて、
でそれは必ずしも間違っているわけではないので、必ずその現象の起源まできちんと考察して、その中で新しい現象、新しい物理法則を見つかるっていう可能性が非常に大きいので、諦めずに粘りよくやるっていうことがすごく研究にとっては大事なことだなというふうに今回実感しました。なので今回の研究をとって、そういうメッセージが今後新しい学生さんに対してもね、伝えたいというふうに考えております。